皆さんこんにちは、池さんです。キャンピングトレーラー DIY シリーズになります。ここ最近7月からさ、もうとんでもなく暑いでね、この新しい我々のトレーラー、キャンピングトレーラーですけど、エアコンついてないんだよね。エアコンついてないから全然ね、昼間ここの中を活用できてないというわけで、今日はね、このキャンピングトレーラーにスポットエアコンをつける、その DIY 工事を皆さんにご紹介していきたいと思います。 Here we go。 さあ、今回購入したスポットエアコンはこちら、中富っていうメーカーの MAC20G ね、 MAC20G。 これね、スポットエアコンです。後ろ側にここね、排熱用のダクトをつなげて後ろから排熱させるタイプですね。でね、これね、ノンドレンタイプって言って、なんだ、コンプレッサーの熱でドレンで出てくる水を蒸発させちゃうタイプってことで、基本的にはドレンを取らなくていいっていうことなんですね。まあ多少は溜まるらしいんだけども、やっぱね、このドレンを取らなくていいっていうのはすごくこれから施工するのにもね、楽です。能力はね、2キロワット能力があるんで、6畳から7畳ぐらいの広さを冷やすぐらいの能力を持ってるっていうね、かなり優れもの。まあいろいろ調べた結果ね、いろんな動画とかね、ブログでもレビューが非常に高かったので、今回これにしてみました。そして一番重要なポイント、それはね、こちら、この収納のね、スペースにスポンと収まるんですね、ここに。どんな感じになるかちょっと見てみましょうか。じゃん、こんな感じで、この収納のスペースの中にね、スポッと収まるんです。なので、ドンピシャでこいつだと思いまして購入してみました。ただ、後ろからね、排熱するって言ったんですけど、その熱を外に逃がしてあげないといけない。なので今日はこの壁に穴を開けて、熱を排気させるためのダクト用の穴をね、開けるという工事を行いたいと思います。もうね、今の時点で暑い、早くつけたい。それでは行ってみましょう。 Here we go。 今ね、作業中もちょっとエアコンをつけとこうと思います。これもうすでにめっちゃ冷たい風出てる。で、このね、後ろからこの排熱のダクトが出るんですね。向こう側はね、もうめちゃめちゃ熱い風が吹き出すんです。これを直接外に吹き出せるように、そのためにここにね、穴を開けて、ダクトがスポンと外に、熱を外にね、排気できるように、そういう加工をしていきたいと思います。よし、始めるぞ。さあ、では早速作業を始めていきたいと思います。これね、これが、まあ、いわゆるダクト接続部になりますね。これをもうね、ちゃんと寸法測ってあるんです。230、ここで行きたいなと。そんで芯がこの位置で行きましょうか。 OK、 この位置が芯。いいですね、この位置。だいたいこの位置で決めましょう。さあ、息子から借りてきた算数用のコンパスですね。こいつを使って、開放する部分の円を描きます。よーし、バッチリいいんじゃないでしょうか、この位置。ね。OK。さあ、そうしましたら、まず最初に芯を抜きます。まっすぐ、うん。さあ、もうすぐ外壁に当たりました。まっすぐ、よし。じゃあこの位置で、はい、そしたら5ミリのビットに変えていったので、これで、順番に穴を開けていきます。この時最初は内側の板だけね、開けていきます。ここから結構地味な作業。よし、どうだ、これで。
泡スチロールか。なるほど。つまり断熱は発泡スチロールなんだ、この車は。開かなかったのかが。よいしょ。こんな感じですね。スタイロフォームの、断熱材が入ってるって最初に聞いたんだけど、まあ、発泡スチロールだね。まあ悪くないよね、それだったら。こいつが入るかどうか、チェック。大丈夫ですね。余裕で入りそうです。カッターを入れてやる必要があります。はい、出てきました。外側は鋼板なんだね。鉄。これもね、キャンピングカー屋さんに外壁って、鋼板ですか鉄ですかそれとも FRP みたいな樹脂なんですかって聞いたら、FRP ですって言われたから、あ、じゃあ簡単に切り欠きできるかななんて思ってたんだけど、鉄やないかい。だいたいいい加減なんだよな、教えてくれることが。まあ、ここまで出てくれば、またここから外壁の方、穴を開けていくんですけど、内側からね、ビットを刺していって、ドリルを刺していって穴を開けていきます。で、これが、鉄なんですね。なので、ちょっとね、地道な作業がここから始まります。どんな地道なかっていうと、要はノコギリで切れないので、いっぱいこう穴を開けて、後でね、外れやすくするようにしていきたいと思います。ちょっと時間かかるけど、頑張ってみましょうか。さあではね、ここから外壁に穴を開けていきたいと思います。てってれー、外壁抜けました。じゃん、よし、こんな感じですね。バッチリ抜けまして、抜こう、丸見えー。さあ、じゃあここにガラリね、ガラリを外からつけていきたいと思います。さあ、こんな感じで外壁側にもね、穴が開きました。次はこのここにね、ガラリつけるので、ちょっとね、その周りをバフ掛けしときましょう。これはね、後々塗装するときにもやる作業、足付けっていうね、作業に近いんですけど、今ね、この周りもコーキングするので、一旦バフをかけといてあげたいと思います。こんな感じでいいかな。ではね、次にここにガラリをね、つけていきたいと思います。これね、ガラリって言います。このガラリをここにパコーンってやるんですけど、これね、コーキング、これで水が入らないように処理をしてからくっつけます。それからこれ自体が、まあ、ボンドの役割もするので、しっかりとね、ちょっと厚めに塗っていきたいですね。こいつはバッチリ。ご覧ください、美しく仕上がりましたね。この後この周りをね、さらにコーキングするんですけど、綺麗にしてからやりましょう。最後ね、仕上げはこの縁ね、雨が入ってこないようにコーキング処理をしたいと思います。
よし。いいでしょう。おしまい。ちょっとね、下手くそですね。まあ、しかし、後々ここを塗装しちゃうので、まあ、いいでしょう。水が入んなければ OK。さあ、続いて、室内の方、処理をしていきましょう。今度はね、このダクトが接続する部分をね、つけていきまーす。カメラ回すの忘れてましたというわけで、ダクトのね接続部をカポッとはめて、これでこの穴開け工事完了です。よくできました。あいつま、何もしてない妻。何もしてないよ。すごい綺麗にできたんで、はい、これで、排熱がねブワーって向こうに出てくれるおかげで、うん、相当快適になるんじゃないかと思います。まずは掃除して、早速設置して試してみましょう。はい。今気づいた。なんだ。遅い。ああ、恥ずかしい。ペアルック恥ずかしい。バカ野郎。てってれー。完成しました。これは快適。そして、今作った開口からダクトがね、接続されまして、これで排熱は外に。いやー、ひんやりひんやり、最高。これで快適にトレーラーの中で過ごすことができる。さあ、このようにですね、エアコンが効いたことで、今トレーラーの車内、いえ、室内、非常に快適です。やったぜ！涼しい！さあ、移動中。まあ、走行中ですね。走行中は、こんな感じでですね、壁と本体をしっかりと固定しています。もう、がっちり、がっちりね、動かないように固定することで、走行中は安心して運転できるように、がっちりと固定してあります。大丈夫でしょう。以上、スポットクーラー取り付け工事でした。ではまた、バイ。見えますでしょうか。外気温 34.9 度、室内温度 34.1 度。ほぼ変わらんやんけ。そして、エアコンですけども、室内の気温が35度になりますと、自動的に保護装置が働いて止まってしまうということで、今現在、エアコン動いてません。意味ない。Father is 10 and permed!